皆さん、こんにちは。モーニング娘。4期生メンバーとして活躍されていたよっす。よっちゃんこと吉澤ひとみさん。モーニング娘。の中でもボーイッシュな美少女というイメージでトップアイドルだった彼女は2018年に大きな罪を犯し芸能界を引退しました。一体彼女はどんな罪を犯してしまったのでしょうか。また表舞台からは姿を消しましたが、現在はどういう生活を送っているのでしょうか。詳しく調査しましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。まずは吉澤ひとみさんについてご紹介します。彼女は当時のモーニング娘。の中でも石川梨花さんと並んで圧倒的な美貌でありながらボーイッシュな一面を持っていて、ファン層は男女を問わず好かれるタイプでした。リーダーとしても活躍したほか、プッチモニに加入、フットサルのハロプロ選抜チームのキャプテンとなるなど、2000年代にトップアイドルグループであったモーニング娘。の中で最も目立っていた存在かもしれません。コンサートでもフットサルでもリーダーとして熱くメンバーを引っ張っていた姿はファンならずとも知られていました。2007年にモーニング娘。を卒業した吉澤ひとみさんはソロ活動を開始。ソロ活動では音楽ガッタスというユニットを組み、歌手としても活動していましたが、バラエティ番組などに多く出演してアイドルというよりもタレントとしての活動にシフトし始めました。またモーニング娘。時代に始めたフットサルはソロになっても継続しており、プロサッカーの試合の始球式を務めたり、サッカー関連の番組にも出演するように。またロードバイクをこよなく愛する一面を持っていて、2015年には自転車親善大使にも任命されています。元トップアイドルでありながらスポーティな一面を持ち合わせ、不祥事の多いモーニング娘。のメンバーの中でも芸能界で成功したメンバーとして認知されていました。しかし事件は起こります。結婚し芸能活動も順調だった吉澤さん、しかし2018年9月6日の朝7時ごろ、飲酒運転でひき逃げをし逮捕されるというかなりショッキングな出来事が起こりました。前代未聞の芸能人の飲酒ひき逃げ事件は東京都中野区で発生。吉澤ひとみさんは東中野駅の目の前の交差点を信号を無視して歩行者2人を跳ねて逃走した罪で逮捕されました。さらに酒気帯び運転も判明。これまで坂上忍さん、中村獅童さん、YOSHIKI さん、織田信成さんなど有名人の飲酒運転は大きく報じられていましたが、信号無視、スピード違反、飲酒運転、ひき逃げというのはまさしく前代未聞。しかもそれが元トップアイドルのモーニング娘。メンバーのリーダーですから、当時のテレビでの報道は激しいものがありました。ドライブレコーダーで収めた犯行現場の映像では一切止まる気配はなく、明らかに逃走しています。またこの時法定速度を26上回る時速86キロ出ていたとのこと。おまけに映像にはありませんでしたが、バイクを運転していた男性が吉澤ひとみの車両に追いついて戻るように促したそうですが、吉澤ひとみはそれすらも無視したそうです。しかしひき逃げといっても約15分後には吉澤ひとみさんは事故現場に戻ってきました。離れた理由について、車を停車できる場所がなかったと述べたそうですが、映像でもわかるように十分なスペースがある上、そもそも人身事故を起こした際は後続車が渋滞してでも車を止めなければなりません。被害者への申し訳なさよりも保身に意識が回ったのでしょう。そして飲酒運転がバレてしまうのですが、人をびいて逃走している間、吉澤ひとみさんの夫に電話をして戻るように促されたそうです。つまり飲酒運転、信号無視、ひき逃げ、旦那に相談、
現場に戻り逮捕という流れです。9月26日には道路交通法違反と自動車運転死傷処罰法違反の罪で起訴されました。9月28日には所属事務所だった JP ルームに芸能界引退を申し入れ、世間のバッシングから逃げました。吉澤ひとみさんはグループのリーダーを務めていたり、規律に厳しいようなしっかりしたイメージがあっただけに、そのギャップで世間の吉澤ひとみさんに対するバッシングはかなりのものがありました。特筆すべきは実の弟を車の事故で亡くしているという点。こんな残酷な過去がありながらも、この事故の前には追突事故を起こしているし、ひき逃げ以前に飲酒運転をするというのはすごい精神です。逮捕後に報道されたご尊顔は非常に憔悴しているように見えましたが、弟さんの事故で何を学んだのでしょうか。モーニング娘。はメンバーに未成年喫煙や不倫など世間を騒がせたアイドルがいましたが、圧倒的にレベルが違う不祥事だったこともあり、事件後時が経った今でもネット上では話題になっています。そんな吉澤ひとみさんの判決はもちろん有罪、かなり注目された裁判で、一部では実刑判決の可能性も取り上げられていたものの、懲役2年で執行猶予5年の判決でした。つまり実刑判決ではなかったので投獄されることはありませんでした。しかし吉澤ひとみさんには前科がついたことには変わりありません。また吉澤ひとみさんは免許取り消しの処分も受けました。飲酒ひき逃げで逮捕され芸能界引退した吉澤ひとみさんですが、そんな彼女の現在はあるストレッチ専門店で働いていると噂がありました。週刊誌の情報によると、仕事は知り合いの方の紹介で始め、店のトレーナーの方にストレッチを教えている仕事をしているそうです。お客さんに直接教えているわけではないので、お客さんの中には目撃者はいないそうです。モーニング娘。時代に運動能力が高かった吉澤ひとみさんにはうってつけの仕事なのかもしれません。お酒については気をつけて飲むことを心がけており、飲み歩いたりはしていないと話していましたが、これにネット上ではまだ酒止めてないのかよと批判が殺到しました。通勤はマイカーではなくタクシーを使っているようで、庶民的な生活をしているようには思えません。芸能界復帰については全く考えてないと話していましたが、これから先どうなるのか分かりませんよね。旦那さんの経済力で生活できているので、このまま一般人として生活していく可能性もあります。現在も根強いファンは復帰を待ち望んでいるため、表舞台に戻りたいけど戻れないという情報も見られたので、未だに憔悴しているのかと思いましたが、吉澤ひとみさんのその後は何にも悪いことをしていないわけですし、社会的にかなりの罪を償ったと思いますので、これからは元気に過ごしてほしいと思います。皆さんいかがでしたか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではまた。